リズムに乗って楽しく踊りながら運動効果が期待できるズンバの教室が横浜市緑区にある中山地区センターで行われました。ズンバとはコロンビア生まれのフィットネスプログラムの名称で、世界中で親しまれているエクササイズです。ズンバは世界中の音楽を楽しんでもらうためのダンスフィットネスなんですけど、だから見て真似して楽しんで踊ってもらえば、覚えなくても間違っても OK なダンスフィットネスですね。たくさん動くととてもカロリーも消費するので、楽しくカロリー消費ができるちょっと優れものなんですけど。この日はおよそ20人が参加し、インストラクターの杉浦さんの指導のもと、ラテン系の音楽などに合わせ体を動かします。およそ45分間のレッスンで、参加者はみんな笑顔で気持ちのいい汗を流していました。楽しくダンスをしたいなと思いまして、体を動かすことにすごく興味を持って始めました。皆さんといい汗を毎回かけているので、とても楽しかったです。繰り返しやってるとそのステップができちゃってたり、ずっと踊ってられるのも楽しいし、はい、もう楽しくって、もうそのために来てます。なんかね、間違ってもね全然いいんですよ。それがよくって、はい、あ。